林ジーン・ワグナーは、エミー賞を獲得したアメリカ合衆国の女優。1970年代のテレビシリーズ、地上最強の美女バイオニック・ジェミーの主演女優として、最も有名である。ワグナーは、ロサンゼルスで生まれた。7歳の時に両親が離婚。母親は彼女を伴い、パサデナに近いロサンゼルス北東のイーグルロック地区に移転した。 母親の再婚相手テッドボールは一家を連れてポートランドに移った。ワグナーはデビッド・ダグラスハイスクールに通い多くの学校演劇に出演した。高校卒業後はオレゴン大学で学んだ。ワグナーはロサンゼルスでモデルとして働きプレイボーイ・アフター・ダークのホステスを務めることによりばくかのテレビの経験も積んだ。一方で彼女は ユニバーサルピクチャーズの友人と連絡を取り、女優としてのスタートとなる、テレビドラマ、ドクター・ウェルビーに、早くとしてキャスティングされた。この出演は、彼女が映画、二人とペーパー・チェイスで役を得るきっかけとなった。バグナーは、1971年から1975年の間に、ドクター・ウェルビーシリーズに異なる役で4回出演し、 ロックフォードの事件メモにも繰り返しゲスト出演した。1975年、ワグナーは600万ドルの男にスティーブ・オースティンの恋人、ジェミー・ソマーズ役で出演した。600万ドルの男における誕生、バイオニック・ジェミー・ヒワという2話にわたるエピソードでは、ジェミーはスカイダイビング事故で重傷を負い、スティーブの妖精で死死などにスティーブと同様の バイオニック移植手術を受けるが、不幸にもジェミーの体は拒絶反応を起こし、彼女は死んでしまうというものだった。これはワグナーのユニバーサル契約下での最後の仕事であることを意図していた。しかし、このキャラクターに対する視聴者の反応は圧倒的であり、ジェミーは彼女自身のスピンオフシリーズ、地上最強の美女バイオニックジェミーと共に蘇ることとなった。 ジェミーは記憶喪失にかかり、スティーブに対する愛情を忘れてしまっていたが、彼と同様にアメリカ政府機関 OSI の調査員となった。この二つのシリーズは何度かクロスオーバーするエピソードを持った。この番組により、ワグナーは1977年のエミー賞、主演女優賞を獲得した。同作で1977年、78年の ゴールデングローブ賞主演女優賞にもノミネートされたが、受賞はならなかった。また2007年には、TV ラントアワードのグレイテストギアをードマラブル、アプラタスが、バイオニックジェミーの右腕、両足、右耳に対して贈られた。1978年のシリーズ終了後も、ワグナーは主にテレビの短期シリーズやテレビ映画で、ジェミーを演じ続けた。 ワグナーは1980年代に他に2本、テレビの連続ドラマに主演した。1984年のジェシーと1989年のピーサブル・キングダムである。ただしこれらはどちらも短命であった。彼女のごく最近の出演作は以下の通り。メリッサギルバートと共演した2005年のテレビ映画、シッカー、ザング・ウォーター、バカー、ザ・ムービー、 ホーエクストラオーディナリーウィーメン。ワグナーは4回結婚している。1971年から1973年まで音楽出版社のアラン・ライダーと。1976年から1979年まで俳優のマイケル・ブランドンと。1981年にはバイオニック・ジェミーのセットで出会ったスタントマンのヘンリー・キンジと。 金字との間に二人の息子ドリアンとアレックスが生まれたが、1984年に離婚した。1990年には、テレビプロデューサーのローレンス・モートフと結婚、しかし93年に離婚した。テレビドラマ、ダラスロスター、リンダ・グレイとは、グレイの元夫のエド・スラッシャーが、ワグナーのおじの一人という親戚関係だった。ワグナーとグレイは1979年のテレビ映画、 過去へ旅した女で恋のライバルを演じた。映画は日本とヨーロッパに配給された版にのみ、ワグナーのセミヌードの場面が追加されている。ありがとうございます。